はいいどうも秘密の総八でございます今回はですね、あけましておめでとうございますということでですね、まあ、競馬界で言えば、これが新年度の開幕ですよ、2歳の新馬戦が始まりますということでの土曜日、まあ、つまり審判が始まる日ですね、の東京の方の5レースです。東、まあ、東京ののの方の 開幕レースということで、これのですね新馬戦の、まあ、新馬戦出走馬全馬のですねお兄さん、お姉さんの新馬戦成績がどうだったのかといわゆる新馬戦適正という、まあ、新馬戦独特のまあ決闘的性。 っていいいいうううのがああるるんじゃないかなというかか、ね、ということとねねこでです、ねまあ、案外、これ、馬剣術として少し作用しているなって、他の要素、例えば調教タイムとかそういったもので人気が形成される中で、案外無視されがちな要素として、これを最後の1つうまみのスパイスとして入れることで、穴場剣ゲットへの近道になるんじゃないかななんていうふうには感じております。まあ、ですのでね、あの調べてみたんですが、まあ、このね、 もう新年早々というか、もう一発目のね、東京の最初ということでやりましたが、まあ、これはやっても問題ですね、圧倒的一番人気が一番適性があるって結果になってます。えっ、ー、と、ブエナベ・ヘントゥーラ2001という結果になってまして、まあ、しかまあただこれ、強いて言えばお母さんは G16 勝、まあ、ブエナビスタのことですね、ブエナビスタ G16 勝してるのに、新馬戦三3着負けとるやないかいと。これ ってまあ、付け入り予知のように見せかけて、まあ、この時の1着馬が立ち返っその年のダービー2着のリーチコンセンサスだったり、えー、っと2着が皐月賞馬のアンライバルドで4着が菊花賞馬のスリーロールスだったかな、まあ、伝説の新馬戦なんて元祖伝説の新馬戦なんて呼ばれているレースだったりするんで、まあ、これは3着と言っても気に病む必要はないやつですねまあこの01の1頭も新馬戦9着に負けたんですけど2戦目すぐ勝ち上がってますからねこれはもう あの早期デビュー向きの決闘と、デビューして早々にポンと1個は勝つという決闘という風に、ね、言えるんじゃないかな、一番決闘的に注目ポイントがある馬ですね。まあ、そして2番人気のショベルヘッドは、まあ、外国産馬なんで、ちょっと一応注意をつけておく、注意マークをつけておくということにします。まあ、そして3番人気、トゥーフェイス0001、お母さんは3着、すいません、3着で、まあ、トータル1勝だったんですが、5戦1勝で早期引退した馬。 1>, えと1勝2着3回3着1回という競争成績でその3着1回が新馬戦だったまあ逆に言えばもう新馬戦適正ないなっていうのはなさそうだなっていう気がしてくるってことになります、まあ、そして4番人気5番人気は勝ち馬も出てないしお母さんも未勝利話みたいな馬なんでまあこれは西雲ブリスク当選アレックスこの辺はちょっと。 チェックでできききないなないいっっててううことにまますその次いきましょうでネット競馬想定人基準でやってます、6番人気、ウィン・アグライア、この馬は,はもうねはい最初の3区ですし、お母さんも未勝利はまあ、ただし、冠名にウィンって書いてあるんで、ま調、あ、教とかその辺の方でねプラス要素が大きいっていうか、ね加算、加算される馬主さんですね。でバルネージュ、このまあ01010、これ、まあ要はちょっと良さそうですね。まあ、馬券圏内っていう意味で抑押さえたい。 で8番人気、リッチアロマ、なし。お母さんは、ただ、新馬戦のエースが一番着順が良かったと、母馬は。で9番人気のサンハーリンゲンもそうですね。お母さんが 2, 2歳の,あの8月の新馬戦、2歳夏に2着してます。で、その後3歳初が8月まで勝利にかかっていることを考えると、まあ、新馬戦で相当動けてたんじゃないかな。まあ、その時点の能力からいけば、新馬戦で最高の能力を出せたんじゃないかなってことになります。 でまあ何より良さそうなキュムロンニンバスゼロ一一ゼロこれ上が確か二千あの三着の方のねこっちのお兄さんがえーと二戦目で勝ち上がって新潟2歳ステークスを二着しているっていう二歳夏向きの血統とも言えるわけですねまあですのでね印としてはまあブエナベントゥーラーからまあショベルヘッドバロネージュサンハーデンゲンキュムロンニンバス一応ねえー、とブエナベントゥーラーから一応ショベルヘッドチューマークでえー、と こっちですね、ウィン、えー、とバルネージュ、サンハーリンゲン、キュムロンニンバス、この辺りに注目して、まあ、適正ありということにしておきたいと思います。以上、お兄さん、お姉さんのシンバ成績チェックということで、土曜日の東京のシンバの方をお届けいたしました、ハッチでした。